ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。裏切りって怖いわよね。魔理沙、いきなりどうしたんだ？最近、戦国時代が舞台の小説を読んでるんだけど、敵、味方関係なく裏切りの連続なの。戦国時代は暴虐や裏切りが当たり前の時代だからな。それなら裏切り者として有名な人物もきっとたくさんいたのよね。そうだな。霊夢は、戦国時代北条氏に仕えていた松田範秀は知っているか？知らないわ。松田範秀ってどんな人なの？戦国時代の一大勢力、北条氏の筆頭家老だった人物だぜ。筆頭家老ってことは偉い人だったのね。北条氏って言うと小田原城が有名よね。よく知っているな。難攻不落と名高い小田原城は北条氏の居城だ。だが天正18年、豊臣秀吉の小田原攻めによって北条氏は敗れてしまうんだぜ。難攻不落なのに負けてしまうのね。この時、北条氏政、宇治照大道氏政重が切腹となっている。この時、松田範秀も爪腹を切らされたんだ。爪腹を切らされるってどういう意味？切腹を強制されるという意味だ。なんで範秀は切腹させられたの？通説では豊臣方に寝返ろうとして監禁され、後に秀吉から府中を攻められて切腹したとされているぜ。北条家の筆頭家老なのに裏切ろうとしたってこと？そういう風に伝えられているが、そうではないかもしれない。え？どっちなのよ。松田範秀は本当に北条家を裏切ったのか？その事実には謎が残されているんだぜ。なんだかサスペンスみたいね。気になるわ。今回は松田範秀の裏切りの謎と小田原攻めの真相を解き明かしながら解説していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。松田範秀について語る前に、まず松田氏についてご紹介していくぜ。その祖は平安時代の貴族、藤原秀里の末裔で元々は相模の松田郷を領地としていたそうだぜ。相模ってどこだったかしら？現在の神奈川県だな。鎌倉時代には御家人として幕府に仕えていたが、備前へ移る一族も現れたんだ。戦国時代、浮田直江の暴虐によって殺された松田元方は備前に移った一族の子孫にあたるぜ。別れた一族もいたのね。その後、松田氏は足利将軍に従って戦功を挙げていった。立身出世を遂げ、幕府の中枢で働くようになったんだぜ。応仁の乱直後には万所執事代にまでなったんだ。万所執事代ってそんなに偉いの？財政や領地に関する訴訟を取り扱う職の長官の代理だな。大物になったのね。そして当時の万所執事を務めていたのは伊勢氏だ。この頃から松田氏と伊勢氏は幕府内で深いつながりを持っていたんだろうな。伊勢宗瑞こと森時が松田氏と大きく関わっていたと考えられても不思議ではないぜ。伊勢宗瑞って？別名で北条早雲とも呼ばれる人物だぜ。あ、その名前なら聞いたことあるわ。北条家の祖となる人物だな。ここで北条の名前が出てくるのね。通説では相模の国衆、松田頼重が宗瑞に従属したことで御由緒家になったとされているぜ。通説ってことは、他にも説があるの？備前の浦上氏が乱を起こした時、松田尾張の神がこちの相模へ移り、宗瑞に仕えたという説もあるぜ。このあたりは松田氏の系譜が定かではないからどちらが事実かわからないんだぜ。だがどちらにせよ松田尾張の神は宗瑞と何かの縁があったんだろうな。なんでそんなことがわかるの？北条氏が勢いを増していく中で要職に就いた家を御由緒家と言うんだ。その中でも松田氏は飛び抜けて治療地が多かったんだぜ。永禄2年の所領役帳を見ても大道寺氏が1563巻に対し、松田氏は3922巻。他の重臣の倍以上の所領をもらっていたということだな。とても厚遇されていたのね。そうだな、宗瑞の創業期から伊勢氏と松田氏はつながりが深かったことがよくわかるな。松田氏のことはよくわかったけど、範秀はどんな人だったのかしら？松田範秀の青年は明らかではないが、天文22年頃に家督を相続しているんだ。北条氏康の嫡男、氏政と同年くらいだったんじゃないかと言われているぜ。家督を継いだ3年後に小田原城内で主演が催されたんだ。主演なんて楽しそうね。範秀も参加していたのよね。ああ、しかも範秀はこの時、氏康の一婚目に膳を取り継ぐ、お手長、という役を務めている。主君の氏康の近くにいたということね。当時から氏康の側近だったということがわかるな。また、範秀は内政や外交を得意としていたんだぜ。それだけでなく、戦も得意としていたんだ。多才だったのね。永禄7年の第二次河野台の戦いでは氏康の配下として参陣し、大勝利に貢献しているぜ。何せ範秀が動員できた兵力は5000。戦国大名並みの戦力を一人で持っていたんだ。戦国大名並みってすごいわね。駿河の深沢城を北条綱重と共に守った時には武田信玄の攻撃を撃退しているんだぜ。あの有名な武田信玄を撃退するなんてすごいわ。まあ、不運なこともあったがな。
武田軍が小田原城へ侵攻してきた際には、則秀が建てた屋敷が焼かれるということもあったんだ。せっかく建てた屋敷を焼かれるなんてかわいそうね。だが、則秀はその後も各地を転戦しつつ、北条氏を支え続けたんだ。外交も内政もできて、戦もできるなんて優秀ね。何か欠点とかはなかったのかしら？性格が悪かったりするんじゃない？いや、則秀は周囲の人間から尊敬を受けるほどの人格者だったそうだぜ。宇治康の子、宇治照や宇治国らも則秀から指南を受けるほどだったんだ。実力もあって、辛抱も厚いなんてすごいわ。すべてが順風満帆ね。いや、則秀にもうまくいかないことがあったんだ。どんなこと？親子関係はうまくいかなかったというぜ。息子さんと仲が悪かったのかしら？則秀には長男の正春と次男の直秀という息子がいたんだ。則秀は次男、直秀を特に可愛がっていたんだぜ。ゆくゆくは跡目すら継がせようとするくらいにな。長男の正春の立場がないじゃない。正春は次第に父と距離を取るようになってしまうぜ。それはそうよね。そして天正3年になると正春に伊豆、笠原氏の陣代を継がせるんだ。それってどういうこと？その役目には9年間という名目はあったが、正春に松田家の家督は譲らないというメッセージだな。長男なのに、そんな風に遠ざけられてしまうなんて、そんなことされたら、やけになってしまうわ。そうだな。さて、正春は伊豆軍隊を務めて配置されたのは武田氏との戦いの最前線だった。しかも戦況は思わしくなかった。なんだかかわいそうになってきたわ。父を恨んでいたこともあり、北条氏を離反して武田氏の家臣となってしまうんだぜ。敵に寝返ってしまったの。これには則秀も腹に据えかねていたようだな。だかやはりそこは血を分けた親子だったんだぜ。どういうこと？天正10年に武田氏が滅亡すると行き場を失った正春は路頭に迷ってしまうんだぜ。正春はどこまでもついてないわね。そこで則秀が主君、宇治政に取りなし正春はどうにか帰参を果たすんだ。則秀って正春には冷たいように思ったけど見捨てたりしなかったのね。子供に対する情があってよかったわ。このエピソードからも則秀の人格が垣間見えるな。時は移って天正18年、北条氏はついに豊臣秀吉の侵攻を受けるんだ。宇治政そして当主、宇治直に称賛がなかったわけではないぜ。当時の北条氏は関東に150万石もの領土を有していた。同盟を結んでいた徳川氏と協調して当たればきっと負けることはないと踏んでいたんだ。自信があったのね。ところが徳川家康は一方的に同盟を破棄し、欧州の伊達も動く素振りはなかったんだぜ。当てが外れてしまったのね。しかも豊臣軍は史上空前の22万という大軍で出陣したと伝えられたんだ。北条軍の軍はどのくらいだったの？北条氏がかき集めたのは農兵も含んだ5万だぜ。いくらなんでも少なくない？まともな勝負にはならないと思うわ。さて、小田原城では月に2回重臣を交えた評定が開かれていたんだ。長引くだけで答えが決まらない会議のことを小田原評定と呼ぶんだが、なかなか会議で方針が決まらなかったの？もちろん豊臣軍への対処について議論が交わされたんだ。北条宇治照、宇治国は強気の構えを崩さなかったんだぜ。箱根を越えて、富士川で敵を迎え撃つ、と主張したぜ。則秀はどんな意見だったのかしら？則秀は反対の意見だったぜ。積極的に撃って出れば、挟み撃ちに遭うのは必定。小田原城に籠城して敵を引きつけるのが上策です。則秀の理路整然とした主張に、宇治照らは沈黙した。でも、いつまでも籠城するだけで大丈夫なの？宇治直もそう言ったんだぜ。籠城するだけでは何も解決しないのではないか、とな。則秀はなんて答えたの？我らには小田原城という古今無双の城があるから、おそらく何年でも耐えられる。片や敵は未曽有の大軍であり、次第に容量は欠乏して士気も下がるはず。そこでは思うし出てくるのを待つのです。そうなれば有利な条件では僕を勝ち取れるでしょう。相手が消耗するのを待つ作戦ね。これには宇治直、宇治政はじめ諸将も納得して籠城策で意見は一致したんだぜ。則秀の意見が通ったのね。うまくいったのかしら？いや、則秀は秀吉の実力を過小評価しすぎていたんだな。かつて小田原城へ攻め寄せた上杉謙信や武田信玄は簡単に撃退できていたんだぜ。だが今度の豊臣軍は質、量とも2桁違いの大軍だったんだ。秀吉の大軍相手にすぐ負けてしまったのかしら？小田原城は豊臣の大軍によって包囲された。だが、一部で小競り合いはあったものの、一向に本格的な戦闘は起こらなかったんだ。それどころか豊臣側の陣営では長期包囲に備えて立派な陣城設営してたんだぜ。え？豊臣も長期戦のつもりだったのかしら？しまいには商人や友情を呼び込んで娯楽を楽しんでいたそうだぜ。余裕たっぷりね。何年でも包囲するぞという構えだったんだろうな。さらに小田原城のすぐ近く石垣山城を築いてしまうんだ。これには北条側も度肝を抜かれたんだぜ。お城まで築いてしまうなんて豊臣はすごいわね。天下人の力を見せつけられたな。だが、則秀の信念は変わらなかった。城内の兵が結束して持ちこたえれば必ず敵は音を上げるはず。そして、実際にその読みは当たっていたんだ。え？
そうなの？豊臣軍は数ヶ月に及ぶ退陣で疲弊していて労量が尽きかけていたんだ。ルイス・フロイスは日本史の中でこう述べているぜ。豊臣軍の兵士たちは長い行軍と食糧不足で疲弊しており戦いが長期化すれば豊臣軍は崩壊するだろう。ご飯がないと戦えないわよね。徳川家臣松平家忠が残した家忠日記の中でもこう書かれているんだ。足軽たちは食べるものがなく不満を抱いて陣中から脱走したり盗難がたびたび起こっている。逃げ出す兵士が出るなんて士気は最悪だわ。また北条方の記録からも豊臣軍の苦境は伝わってくるぜ。豊臣の兵は空腹に耐えかねて山芋を掘ったり薄い粥を高値で取引している。豊臣軍の末端の兵たちの士気は崩壊寸前だったんだ。北条軍がもう少し頑張ったら勝てたんじゃない？そうかもしれないな。だが、こうした状況を秀吉もよくわかっていたんだ。なんとかせねばなるまいと苦慮していたんだろうな。そこで踏み切ったのが罹患策という謀略なんだぜ。罹患策？小田原城内の誰かを寝返らせて内側から崩壊させようという策だな。誰を内応させようとしたの？そこで秀吉に選ばれたのが範秀だったんだぜ。秀吉は早速密書を届けさせたんだ。範秀がそんな話に乗るとは思えないわ。通説では、長い牢城で不安を抱いた範秀が長男、正春と共謀して謀反を図ったことになっているぜ。事実を知った次男、直秀が宇治直に密告したことで正春は殺され、範秀は捕らわれの身となるんだ。範秀は次男、直秀を可愛がっていて、長男、正春と距離を置いていなかった？なんかしっくりこないわ。牢城を主張したのも範秀だったのに。これは江戸時代に書かれた北条五代記や小田原北条記などの俗説に過ぎないからな。実は他の同時代の資料にも詳しく記されていないんだ。事実は違ったかもしれないということかしら？ここからは推察になるがな、範秀に謀反を起こすつもりはもうとうなかったと考えられるんだ。確かに秀吉からの寝返りの誘いはあったかもしれない。だが、範秀の人格、器量、実力を考えれば誘いに応じるはずがないんだ。そうね、もし謀反を考えていれば、もっと早くから行動に踏み切ったはずよね。そういった形跡がない限り、本当に謀反を起こしたかったのか？と思うよな。でも、秀吉の誘いを範秀が断ったんだとしたらこの後どうなってしまうの？範秀に誘いを無視された秀吉は、次なる手を打つんだ。小田原城内へこんな噂を流したんだぜ。松田が豊臣へ通じた、当時は内容工作など当たり前だったから秀吉はこれを巧妙に仕組んだんだ。でも範秀は人望もあったしみんな、簡単に騙されないと思うわ。いや、北条の首脳たちは石垣山城の登場で動揺していた。秀吉のこの欺瞞を見抜くことができなかったんだ。範秀は謀反の疑いをかけられ、軟禁されてしまうぜ。秀吉の狙い通り小田原城は内部から崩壊し小田原城はほとんど戦うことなく陥落したんだ。範秀を信じて籠城していれば勝てたかもしれないのに。そして秀吉は誘いに乗ってこなかった範秀に怒りの感情をぶつけるんだ。範秀は北条の中跡、生かしておけばいずれ残党が再起するかもしれないという危惧もあったんだぜ。範秀が優れた人物だったから秀吉も恐れたのね。死刑の中絶を忘れた不忠者、秀吉は範秀にそんなレッテルを貼り切腹へと追い込んだんだ。そんな、実際に裏切っていなくても裏切り者にされてしまうなんて。そうして後世まで裏切り者というありがたくないイメージを植え付けられてしまったんだ。範秀は切腹させられてしまったけど、その後の松田家はどうなってしまったの？北条氏の滅亡後、範秀の次男、直秀は前田家に召し抱えられ、四千石の重臣となっているぜ。すごいわね。なんで前田家は直秀を受け入れてくれたのかしら。加賀藩の資料、新近雑編によると、前田利家は将来家康と関東の覇権を争うだろうと考えていた。北条氏の旧勢力を確保したいという目論みがあったのではないかと言われているぜ。北条家の重臣だった松田家の直秀が声をかければ北条家にいた旧臣たちも集まってくるってこと？直秀が後に四千石の重臣となっていることを考えれば結果はおのずとわかるだろう。おそらく利家は謀反などなかったと確信して直秀を召し抱えたんだろうな。また直秀は小田原攻めが終わった直後次男と共に高野山へ入ったんだ。この時に父の名を拝領して直則と名乗っているんだぜ。お父さんの則という字をもらったのね。もし範秀の内容が事実だったならわざわざ謀反人の字なんて使わないよな。そうね、逆に使わないようにすると思うわ。その後も名を則の家系は幕末まで続いていくが、いずれも則もしくは里という文字を使っている。里という文字は範秀の別名則里と同じ字だな。後世まで範秀の名前を大事にしていたのね。むしろ子孫たちは範秀を尊敬し誇りに思っていたんだ。今後範秀の名誉が回復されることを望むばかりだな。
さて、今回は裏切り者のレッテルを貼られた男松田則秀について話したぜ。どう思った？則秀の話を聞けば聞くほど、裏切り者のイメージが薄れていったわ。子孫たちが則秀の名前の文字を受け継いでいった話とかね。こうまで周りに慕われていると、裏切り者ではなかったのではと思えてくるよな。息子も前だけに受け入れられているものね。裏切り者だと語り継がれていても、こうした話を聞いてみると、違う側面も見えてくるよな。そうね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。